最近はい、INTJ だと自覚する、はい、女性の方とですね、はい、コメントを通じて文通をしまして、はい、でちょっとその中で、はい、恋について、はい、考えたくなってですね。というのは INTJ の女性がね、自分が病んでいる時に数ヶ月前からこの自分に対して片思いしてくれている男の人に改めて口説かれ、改めてっていうことは多分複数回目なんでしょうね、はい、その病んでる時に告白されて付き合おうか迷っていましたと、うん、でその時にいや付き合うのは間違っている、なぜなら今の私かっこ病んでいる私が好きなのは私を好きだって言ってくれる人であって、はい、その男の人自身じゃないって思って振りましたと、はい、でそこで出た自分の結論は、通常の時に一緒にいて居心地が良くて安心できて楽でその二人でいると幸せって思える相手と付き合おう、付き合う、はいはい、っていうことですっていうコメントをいただいたんですね、はい、でまあパッて聞いた時に、はい、もう僕の読解力だと、はい、このね彼女が言う病んでいる時の私、はい、で告白してきたよ、はい、でその時に付き合うのは間違ってる、はい、なぜなら今私が好きなのはこの好きだって言ってくれている人っていうのが理由で、その人自身じゃない、はい、って言うんですね、はい、で僕はそれを聞いた時に、はい、あじゃああなたが通常時だったらいいってことって、はい、タイミング悪かったねこの男子、はい、たち一発で分かりました。分かりますよ。なんで彼女は、うんとまあ、それが本当か事実っていうか、はい、分かんないですよ、はい、可能性は否定はできないですけど、はい、これで言ってるのは、はい、通常時のことはい、を想像すると全く好きじゃなかった、今は気の迷いで好きかもしれないみたいなことを思ってるだけで、そうじゃない時を思い返すとこの人全く好きじゃないな、はい、正解僕はね、はい、でここで返したら、はい、すいませんと、はい、違いますと、はい、でちょっと会議を変えましたよみたいなので、はい、でそれでも分からなくて、はい、でようやく1日ぐらいずっとそれを考え続けて、はい、アハと、はい、これ湘南爆走族で、はい、権田二毛作さんも言ってたと、はい、あの女の子が振られた時に、はい、周りの人は、はい、告白しちゃえよって言うんですよ、はいはいはい、すると言うんですよ、はい、そういう、はい、その傷ついてる時に、はい、言うみたいなのは、はい、怪我した時の絆創膏みたいなもんだと、はい、怪我した時に絆創膏貼るだろうと、はい、治ったらそれは捨てられるんだよと、はい、そういうやり方をおめえかっこ悪いって言うんだよ、はい、って権田二毛作さんは言うんですね、はいはい、記憶にあります。あ、すいません、はい、ありがとうございます。同じ時代の漫画を読んでくれてて、はい、でそのことかと、はい、で私はあ彼残念だねと、はい、だとすると彼が、はい、あのもう一回告白してくる可能性はあるよな、はい、なぜなら僕はその3回告白したことが2回ある人間です、はい、なのでもうこれはなんて言うんでしょう、僕はもう3回目の時は付き合えると思ってないんですね、はい、無理無理って、はい、だって2回振られてるもんって、はい、でももうこれはちょっともう無理だと、はい、だってしょうがないじゃん、うん、だって好きなんだもんって、はい、でも無理だと思ってるよ、はい、これ予防線かもしれませんけど、はいはいはい、でいうので、言ってくるかもしれませんね、はい、でもこのじゃあでも INTJ の人は、はい、僕そういうやつのことを好きじゃないだろうなと思ったんですね、しつこいみたいな、そう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 、はい、分からないのって言ってますよね、はい、みたいなことが返ってくると思ったんです、はい、そうするとこの女子は言うんですよ、はい、素敵ですねって、はい、3回も告白するなんて素敵ですねって、はい、いいことだと思いますって、はい、ええー、じゃないですか。でも好きにはならないって言ってるんですよね。ああそっか、そっか、素敵だとは思いますみたいな話ですよね。でそうやって告白されるのはまあ嬉しい気持ちはある、そう好かれるのは誰にとっても喜ばしいことですし、はいはい、でアタック
できない私からすると、はい、そういうのはすごいと思います、はい、でも好きにはならない、ね、でも好きにはならないって話ですよね。わかんないですけどね、気持ちは変わるので。いやでも3回はだいたい無理ですよ。はい、あ、はい、そうか、素敵とすごいですねっていう、はい、まあ褒め言葉じゃないですか、はいはいはい、それと私が付き合うは別なんですね、はい、まあ別だと思いますけど、まあそこから始まることもなくはない可能性は否定できない、否定はできない 100% ではない。で彼女が最後に僕に言ったのが、はい、まあ論理的なアドバイスをすることも可能かもしれませんが、はい、恋愛における論理的なアプローチは野暮だと感じてしまいますので、はい、あまりお勧めしませんって、はい、いや私たちがいつも、はい、なんかいいアプローチ方法をやりましょうよって、はいはい、野暮だと、はい、でただ一つだけ言うなら、はい、自分の好きの好きっていう気持ちを分かってほしいっていう、はい、おせおせの戦法じゃなくて、好きならその人の歩幅やニーズを理解し、はい、合わせられるのが、はい、モテる秘訣ですかねと、はい、それは自分の周りのちょいひもての方を見て感じますと、はい、ひもてって言われて、ひもて戦略やってるって話、そうひもてだよって言われて、はい、ね、落ち込むわけじゃないですか、はいはい、でもこの歩幅を合わせる、はい、でどうやって合わせればいいんだろうって、いや相手のニーズじゃないですか、こっちは近づきたいって言ってるんですよ、はいはい、近づきたいよって、はい、喋りたいよって言ってるんですよ、はい、でも向こうの歩幅は、はい、特に INT の人たちって喋りたくありませんじゃないですか、興味ない人は喋りたくありません。じゃあ興味のあることを話したいわけですよね。興味のあることをなら話してくれるでしょうね、はい、かといって興味のあることを教えてよっていうのは違うんですよね。何興味あるって、そのまあ観察しろじゃないですか、もうそれしか聞いてないんだよな体調から、はい、っていうのが多分ニーズをなんか推測するみたいな話じゃないですか。何読んでるかなとか、僕はっきり言っても自分のニーズなんてどうでもいいんですよ、はいはい、ニーズは付き合いたいが先なので、はい、まあ、そこがニーズですよね。そう、そこのニーズがあるので、はい、なのでじゃあ彼女が好きなものが、はい、カントとかニーチェだったら多分やると思うんですよ、はい、とか、まあ、なんかあれじゃないですか、話題わーって騒ぐのが好きじゃないとか、じゃあ我慢しますよそんなのっていうのを、こうどういうのが好み、全部じゃないですか、どういう空気が好きで、どういうところに遊びに行くのが好き、なんか相手のニーズをみたいな話じゃないですか。でもニーズを知りたいってこっちは言うわけじゃないですか、はい、で観察しろって言われても、はい、その意味がわからないんですよね。まあなんとなくわからないですか、あこういうの好きなのかなとか、もう盗み聞きしかないですよね、そうなると。まあ普通の会話ですよ、彼女が女友達と喋ってるのをなんかこっちで盗み聞きして、でもまあ普通に話しかけたらいいとは思うんですよ、おはようって、おはようって、昨日あのテレビ見た、みたいな、見てないみたいな、あこの人こういうの好きじゃないんだなみたいな。あでも今だとテレビ見ないから大変でしょうね。はい、だからまあその辺もあるじゃないですか、 見る可能性もあるじゃないですか。あで何見てんのみたいな、 YouTube 見てんのみたいな、あ何が好きみたいな、何が好きみたいな、どんなチャンネル見てんのとか。その時はもう俺も俺もですね、俺も俺もがいいかどうかは分かんないですよ。ダメなんだ、ダメなの。だってダメな可能性はありますよ、盛り上がった時盛り上がらないかもしれないじゃないですか。私今うざがらみしてますかね、この人何も知らないのに俺もって合わせてやがったみたいな感じになるじゃないですか。なる未来は見えます。はい、はい、何が面白いのとかだったら分かるかもしれないですけど。あ、はい、なるほど、なんかちょいちょい間違えますね。はい、そっか、でもなんか歩幅を合わせる、うん、ちょっと見てみるわみたいな感じで、なんか面白いところがあったらそれを持ってくるとか、次の日とか。なるほど、はい、なんか難しそうですね。まあ難しいとは思いますよ、人に寄り添うのって難しいじゃないですか。やっぱ僕はなんかそういう時って、はい、自分のいいところを出す場だって考える方なので、はいはい、でそこがそれだけじゃないよって話をしてるんですよね。もっと相手の話を聞く人の方がモテるっていうじゃないですか、はい、聞いたことはあります、はいはい、みんな自分のこと結構話したい、本当は喋りたいんだ、本当は喋りたいんだよ、自分の好きな話題とか。なんか E 型の私としては、はい、盛り上げねばがあるんですよ、盛り上げるとかじゃないって話ですよね、はいはい、
みんな自分の思ってることを聞いてもらいたいみたいな欲求はみんな持ってる。でそれをうまく聞いてあげる人がモテるみたいなことは言うじゃないですか。それは、はい、あの都市伝説で聞いたことがあります、はいはい、多分そういうことだと思うんですよ。相手のニーズをうまいこと引き出せるかどうかみたいな。沈黙もあり、沈黙も、まあ、狙って沈黙できるかどうか、喋りすぎないみたいなのありじゃないですか。ありなんじゃないですか。あ、喋りなさすぎるのもダメだとは思いますけど。なんか教えていただければね。はい。でなんかまあ INTJ さんのニーズって何って聞いたんですよ、はいはい、ほっといてくれですかと。はい。すると、まあ私の場合は自分の思うように物事が進められなくなった時に、はい、なんか全てがなんか無関心で無気力になりそうなので。あ、目標達成じゃないですか。目標達成の手助けいりますかね。INT の人、その目標達成に意識が向いてる人じゃないですか。 INTJ J だとすると、はい、はい、だとするとこの人といると人生のプラスになるって思わせれば、この人は私の人生に必要な人だってなるかもしれない。あー、だと、はい、サポート的なのって言われると、はい、僕はもう本当に直結的に、はい、本当にホームズとワトソンみたいに、はい、推理を手伝わねばってなるんですけど、はいはい、じゃなくて、はい、助け方もいろいろあるよねって話ですよね。いろいろまああるとは思います。でその人の人生の目的、目標にプラスになるような、それ聞くの人生の目標はって話ですもんね。それを聞いても多分答えないじゃないですか。聞くのってすごい野暮ですよね。はい。だからまあその辺を自然に。多少どうやって見てます？どうやって見てます？わかんないですけどね。思い出せない。そっか。はい。僕はなんか自分の気持ちしか喋ってないんですよ。はい。で笑わせればいいんでしょって。はい。で、でも自分の気持ちはもう分かったって話ですよね。私の気持ちっていう。私の番ですね。はい。多分そこを満たすことじゃないですか。聞いてたはずだよな。はい。INT、はい。INT。の人とはね、多分人生を車で2人になったことがないかもしれません。はい、あ、これまでの人生。これまでの人生で。はい。50年間。はい。何をどうなるんだろうって。緊張しちゃいますよね。何を話していいのかみたいな。そう。僕みたいなこと言うんじゃないですか。わかんないですけど。ああ、擬態ね。はい。そっか。T っぽく話せばいいってこと？ T っぽくっていうか、まあ、うん、それちょっと何どういうことみたいな、いつも突っ込むじゃないですか。はいはいはい。そういう感じでいいんじゃないかなと思うんですよね。無理にこう、なんかいいこと、うまいこと言わなければより、はい。後手になればいいんだ。はい。後手に回れば。ちょっとよくわかんないみたいな。突っ込んでおけば、もう、それってこういうことだってって言いたくなりますもん。あ、なるほど、はい、なるほど。説明は上手ですもんね。はい。INT さん。はい。これがなんか、はい。INT を好きになる。はい。男性諸君。はい。もしくは女性諸君の、はい。ヒントになればなと。はい。あとはまあ、清潔感。清潔感。はい。まあまあ、普通に大切。清潔感はもう。はい。